9月27日5時40分の相場解説になりますえ。実はですね、昨日の夜、私はこのようにちょっとだけね、フォーメーション変えたんですよ。うんこのですね、えーま、トレンドラインといいますか、あすチャンネルラインですか、チャンネルライン右肩上がりになっている大きな赤い2本の線に挟まれたチャートの動きを見ていただきたいんですけども、昨日の夜にはそれをさらに絞り込んでですね、 この内側の2本の線にしたんですよ。これなぜかっていうと、ボラティリティがちっちゃくなってきて、えー、エネルギーが溜まってる状態かなと思ったんですよね。これはどっちかにブレイクするぞと思ったら、今朝、今は見ると、やっぱりブレイクしてですね、大きな上下比を出して、下の方に行って、えー、元々引いていたチャンネルラインにぶち当たって、今は上昇して内側に戻っているってところなんですよね。さあ、これでなかなか面白くなってきましたよ。えー、デイリーの方を見てみましょう。えー、デイリーの方は、はい、えー、この、 レジサップラインに乗って上昇に向かうのかなぁと、ここをさすがに上に行ったら私はもうね、回戦略に転換しますよって言ったら、私の声を聞いてたかのように、こうやって大きな陰線を出して内側に戻ろうとしますよね。もう困ったもんですね。もうちょっと様子を見ないといけないかなっていうところで、えっ、ー、と、4時間足。4時間足になってみますと、このチャンネルラインに対して、えー、大きな、ああ、この髭を出しつつ、また、 陰線になっているということで悩ましいですね。で、一時間足は今説明した通りです。ちょっと大きくしてみましょうか。こういう風にですね、私がせっかく内側にチャンネルラインを引き直して、エネルギーが溜まってきたぞーって解説を今日しようと思ったんですけども、私が放送する前にですね、もうブレイクして、下の方に行って、またあの、陽線を出して内側に戻ってきたという形ですよね。うーん、だからこれね、ブレイクした方向についていく、 っていうことも間に合ってないんでうんいかんともしがたいということでございますねうん困ってますね えー、まだ何とも言えなくなりました。ああ、ただね、やっぱこう、エントリーするときはかなり大きく取れると思いますんで、もうちょっと待ってくださいね。今日も大した放送ができなくてすいません。最近はね、退屈させてるんではないかなと思いますけども、ここで面白く演出させるために何かをね、わざわざしようとすると、トレードスタイルが壊れますんで、やることがないときはやることをしないということですね。しっかりと分析をして、しっかりと反省を繰り返していって、これを学びにしていくしかないかなと思います。もちろんこのタイミングでエントリーする ポイントを見つけられる方もいると思うんですよ。見つけられる方もいますけども、自分は見つけれるのかどうかってことがポイントですから、あの。 無駄なエントリーをしない、マイナスの可能性のあるエントリーをしないことによって損失を防ぐっていうのも生き残るための重要な、ああ、まあなんかね、ノウハウだと思いますんでね。負けることを排除するっていうふうにね、FX の講座でも申し上げましたけども、負けることを排除していって、勝つ時だけ勝負しましょう。そして勝つ時だけっていうのをたくさん増やすために、また新しい、えー、学習と体験を繰り返していきましょうね。えー、それではですね、今日はあ、チャートの解説はこのぐらいで終わりまして、えー、もう本当にですね、この前、 夏夏期講習ですね。これの期末テストをやって、えー、いろいろとね、もう思うことがあったんですよ、うん。で、中村トレーダーの話も聞かせていただいて、速果塾のプレミアムっていうのはね、えー、当然3ヶ月で終わってしまえば、ああ、なんか、そんな短期間に力がつくトレードっていうね、その大物ではないですし、そんな世界ではないですし、少なくとも半年はやっていかないとなとか、いうことも、 あってですね。やっぱりプレミアムっていうのは延長せざるを得ないかなというところがあるのと、あとは、その中丸トレーダーも結構ね、プレミアム気に入ってて、これ結構いいチームだなと。みんなすごく積極的に質問してくれて、で、力もつけてくれてですね。もうマイナスがなくなりましたとか、無駄なエントリーをしなくなりましたと。これだけでも資金がものすごく伸びそうですとか、ロットを減らしましたとかね。 今まで、あの、ロットが増やせなかったあ、減らせなかった人も減らしてきたりとか、今までポジポジ病だった人が病気が治って、行ける時だけしかエントリーしなくなったとか、ついにですね、その足場が固まったという状態があるんですよ。うん、だからこれはすごいねっていうことで、仲間のトレーダーも、意識をね、新たにしてですね、これはちょっとね、こっちがお願いしてやりたいぐらいだなって私も思いまして、あ仲間のトレーダーも結構ね、こういうの好きなんですよね。 なんか生徒さん抱えて一緒に毎日こう成長進化していく皆さんからの質問を細かいところから何から受けていくっていうのもねかなり好きなんだろうなっていうかね今回プレミアムに参加してる人と気が合うんじゃないかなと思いますこのの講習の期末テストも 東京からわざわざ神戸に出てくるっていうのも、本当にね、出てきて、その日のうちに帰るわけ、とんぼ返りするわけですから。で、ついでの用事とかないわけですからね。相当意識を込めてくださったんだなと思って、ちょっとね、延長の発表をしようかと思います。あの、延長をね、少なくとも12月31日までは即可塾プレミアムやりますんで、今までね、プレミアムを受けてくださった方は、本当にね、えー、安心してこれからも講座を受けていただきたいのと、 質問をどんどんお寄せいただきたいと思います。中村先生のね、質問ボックスの方に入れていただいて、私も閲覧できますので、私も答えれるところは一緒に引き続き答えていこうかと思いますけどもね。えー、中村トレーダーのプレミアムがいいところは、マタフっていうサイトで、通関強弱っていう概念を知ることができて、まあ、それによってですね、やっぱりエンドルっていうのももっともっと多角的に見れていくことかなと思います。私はエンドルを自分で見てるだけで、しかもその他の通貨には全く行ってないんですよ。エンドルばっかりが大好きで、なかなかね、 またふすら、あなかなか、しっかりと見ることがないというね、えー、そこら辺が、得意分野から逃げてない、逃げてしまった、あ、違う、得意分野からあ、全然ね、出ていかない、コンフォートゾーン抜けてないっていうところなんですけども、まあ、これにも私はね、この後半、この秋冬で挑戦していこうかと思います。えー、それではね、あのー、ちょっとお、余談になりましたけども、これからも FX のお取引の方ね、しっかりと勉強していきましょう。あそれから多分この、速化直プレミアムは、 えっと、後半に入ってくる、この延長部分ではですね、延長部分では、 新規募集とか追加募集をするんではないかなと思います。すごく学びやすいプレミアムの講座になりましたんで、必ず力がつくと思うんですよね。で、FX でまだなかなか勝ててない方とか、どっかでいつか学ぼうとしてる方は、ぜひね、私たちの速果実行プレミアムに参加していただければと思います、えー。本当にね、30名以上の方と一緒に学んでいけますんで、えー、励まし合いながら、力付け合いながらやっていけると思います。また、あの、そういったところも込みで、登記講習とかね、 もしかしたら春もやるかもしれません。えー、よろしくお願いします。